はい、こんにちは。アイデアチャンネルに来てくれてありがとう。はい、今日のテーマは、教育は大事、教育 YouTuber っていうのは、まあ、今日から名前変えました。隣の米内さんが教育、はい、YouTuber 勉強しましょう、はい、感じて、で今日はですね、仮想通貨は全部詐欺、仮想通貨全部詐欺思ったんですね。それでもそれは結局そこに信頼して投資してるから、信頼なんかしてるわけね。欲で金出してる、だいたいそういう人が多い。でその例として、万年万年青と書いて表って言ったから、知ってる、表これね、なんかあの高さ5センチぐらいのちっちゃい草の、そういう草が生えとる山に、はい、でそれがね1本10万とかする。で売れるまでに5年かかる、増やすと5年で売れる、で葉っぱの模様とか枝ぶりで1万2万3万4万5万売れる、10万それは絶対売れるんですか。いやいや、模様とか枝ぶりがよくない。で増やして温室みたいなところに全て水やって大きくするわけね、草だから。そうするとその2週間に1回ぐらい仲買人が買いに来て、これ1万円で買う、これ5万円で買う、これ10万円で買うって買っててくれる、ね、それお元って草か。それでそのこのお元も言ってみたら仮想通貨みたいな、草なの、どこにでもだから、この草が5万10万で売れる、仮想通貨によく売ってるじゃん。それはでもそれぞれそこに期待をしてるから出資するっていう話ですね。出資っていうか愛好者がおる、お元をやってる人、それをやる人の自由だから、そこに期待してお金かけるっていう話で、でこの詐欺ではないとは思うんですけど、私お元は300年前から栽培されてる。でブームがとその下火が繰り返されて、その記録によると1鉢1億円になったことがある。その江戸時代かなんかで、今のかお金に換算すると1億円、殿様が栽培してるお元で、で今もこれやっとる人いる、自分知っとる人もおると思う。本日に鍵かけて厳重に管理して、お元は検索ですね、お元、はい、万年青。でそんなお金の話が、うん、うん、でその今は、2011年から日本にお元協会というのができて、はい、あ、お元の話が普及を押しとる、お元協会、お元の趣味の人、何やってんですか、お元協会、お元を普及してる草を、そういう話がある。これ仮想通貨にと、で仮想通貨っていうのは大体ね、こう最初1円か2円でずっと上がって、今ビットコインは200、すごい隣でコンサート、まあ、こういう風に値段が上がって下がるから、この辺で買ってこの辺で売れば一番もう、そうですね、それ以外損する、損する人は詐欺、儲けた人は詐欺、そう思ってしまう、それだから、だけど真実は詐欺、それはみんなが期待して、まあ、日本円も価値があると思ってるから今みんな使ってるっていう、そういうこと、あれ紙だ、それは信じるか信じないか、そういうことで値段の動きはこういうことです。値段の動きはどういうこと、欲望が強まれば値段が上がる、ああみんなが期待して買い欲しい人が多いと値段上がる、で恐怖心が出ると下がる、恐怖心だった、これその天秤は欲望と恐怖心なんですね。なるほど、でこれでみんなが煽ってこっちを煽る、新聞やテレビやマスコミとかいろいろ使って煽るわけ、
で、ネムの、ネム盗まれたネム、ね、580億円。すごい金額ですね。想像できない。盗まれた時は100円、50円から100円くらいだった。で、今20円に下がった。で、これ買ってるんだよ。これ買ってる。10万買ったの。半分じゃん、勝ちだけど、これ、ネムを、闇サイトで売ってるわけ、ね。で、それ売り終わったら、多分ね、また元に戻る。だから10万。10万円で20円の時に10万円で買っとるから、まあ半年ぐらいしたら5倍になったということで10万買っとる。なるほど。だから当たり吉野家の牛丼ぐらいを盛り寄って10万が5倍になった。大きいですね。吉野家の弁当ぐらいの牛丼ぐらいわけない。あれ580円ぐらい。食べないけど人生で何回食べたかよう分かんないぐらい。サイゼリアだよ。あんま食べてない。サイゼリアだよ。もう間違いなく上がると。ただこれを闇サイトで盗んだ人が売っとるから、売り終わらん。売り終わったじゃない。いや、まだまだ半分ぐらい。ちょっと分かんないですけど、はい、お金のお話でした。